待望すぎた OB 第2弾ヘイブライオンズはなんと保橋和之さんが登場しました。どれだけこの時を待っていたか。ということで累計の S ランク契約書を引いて保橋さんを神引きしていきます。今回まさか保橋さん初登場してくれるとは思わず本当にびっくりしました。ずっと登場を待っていたのでマジで嬉しいです。今年は第1弾のギャレットさんにダルセレ秋山さんと本当に調子くんいい仕事をしてますね。しかも今回2008年交流戦ユニフォームとか写真も最高すぎる。おまけ付き、よし、ここまで褒めればさすがに地引きできるだろう。調子さん本当によろしくお願いします。調子、お前死神の亀の刑な。